第436回8月10日火曜日救世軍オンライン祈祷会。聖書フィリピの信徒への手紙1章10節11節。本当に重要なことを見分けられるように、そしてキリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとをたたえることができるように。清い神は私たちを清さに招いてくださいます。私たちは自分の力でなく、神の恵みによって豊かな実を結び、神を褒めたたえるものとされます。ガラテヤの信徒への手紙5章22節23節。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストの日に備えて清いもの、咎められるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の実をあふれるほどに受けて、神の栄光と誉れとをたたえることができるようにと祈り、言葉において、行いにおいて、神の清さを表すことができますように。共に祈りましょう。今週の祈り。1、信仰に立って本当に重要なものを見分けられますように。2、感染者とその家族がすべての面で癒されますように。3、直接会うことができない家族や友人が守られますように。私たちに愛を注いでくださる神様、今日もあなたに祈ることができますことを心から感謝をいたします。あなたの愛に満たされて、本当に重要なものを見分けることができるように導いてください。今日もあなたを愛します。あなたを信じます。あなたに従います。あなたが共におられることを感謝をいたします。コロナの問題が世界中の人たちを苦しめています。感染された方を癒してください。その家族を支えてください。なかなか会うことのできない家族を守ってください。生きるために苦しんでいる人たちを今あなたの愛で満たし励ましてください。あなたの愛がこの時代にもあることを証しさせてくださいますように祈らせてください。今も生きて働いてくださるキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。